皆さん、こんにちは。今日は5月16日の運動塾通信をお送りしています。これは昨日に引き続き第5日目ですが、東南アジアほど中国の影響力が大きいところはないということで、この地域は中国との関係は複雑だというその続きをお話します。結構大変な関係ですね。結局今日はですね、中国政府が、華僑はですね、もしくは華人は、やっぱりもともと中国人なんだから、我々はそのあなた方どこの国に属してようと中国の血は争えないよというふうなことを習近平が言ってるわけですね。で、そのことによってですね、東南アジアの華僑とか華人はですね、困惑してるということですね。何世代も経っちゃってるのにですね、今更中国に従うって言いますか、服従するとかっていうことは、やっぱり彼らにとってはできないことですよね。仮にシンガポール人は元中国人だからといって、中国政府の考え方に従うっていうことは、マレーシア人もそうですけど、考えられないわけですが、習近平はそれを強く要求しているようですね。日本はそういうことはないんですけど、そういう意味ではだいぶ我々の方がですね、気が楽というかあるかもしれませんね。この中でビエンチャンが出てきますけど、ビエンチャンはここですね。これですね。それからもう一個ですね、マンダレーですけどね。マンダレーはここですね。ミャンマーの真ん中、ヤンゴンがずっと海沿いにありますよね。じゃあ中入ってきますね。結構中国は難しい。新しく、ユナイテッドフロントディパートメントと出てきますけど、これ中国共産党中央統一戦線工作部の略ですね。民族宗教についての業務、特にダライ・ラマに協力する国内外のチベット解放運動に対する工作や、海外における祖国統一工作、非共産党員の幹部養成も職務に含まれている。業務の性格上から、全国政治協商会議と連携が多いということですね。じゃあ中入ってきますかね。アジアの至るところで不満の大合唱が聞こえた。新たに入ってきた中国人は人付き合いをせず現地で働き勤め、自国の物資を輸入し現地の家賃の価格を引き上げた。ビエンチャン、マンダレ、マニラでは中国の新たな商にようこそというブラックジョークがささやかれている。こうした中国人の移民たちは、を同一に扱うことは間違いだ。数千の中国人の中間所得層がマレーシアの私立学校を支えている。多くの移民はきちんと教育されたプロだ。シンガポールでは若い中国人が勉強し働き国籍を取っていて、この新天地で聡明でエネルギッシュで一生懸命働いている。けれども、この移民の存在は習近平が吹聴しているほど豊かな人と人との関係を保っていることとは違って複雑にしている。中国人の自主的な行動に対しての批判は誠意のなさや悪意、西側の介入だと中国の役人は言っている。カオシカン氏はこの態度は帝国の傲慢だという、小国が中国への服従の義務があるという信念から来ている。一つの局面として、中国人の海外展開に向けてのますますの中国の独占欲の強い言葉遣いがある。母国から何年も離れていようとも、中国が東南アジアにおける中国人に対しての治外法権を中国が要求することは曖昧ではあるが、そうした役人の示唆は危険だ、考えだ。理論的に中国語では華僑と華人は区別され、華僑は海外に住む中国人で、華人は国籍に左右されず、先祖が中国人である人を言う。けれども、2014年に習近平はこの2つをまとめて、海外チャオパオと呼んだ。すなわち、海外に住んでいる兄弟だ。海外チャオパオと一緒に働くことの目的は、中国の民族の復活を促進することだと習近平は言った。彼は2月の新年の挨拶で何度も繰り返してこのことを言った。この重要性を強調するために、2018年に海外の中国人を管理する出先機関は、
中国共産党中央統一戦線工作部の管轄となった。世界中の数多くの業務が党の支援を築き、政敵を壊滅させることを目的とする。主要な使命は、ビル・ハイトンが中国の越道という本で言ったように、何年母国を離れていようとも、何世代経っていようとも、彼らは中国の国民でもあるということを保証することであり、依然として先祖伝来の民族としての義務を負うということだ。このことは、公然と中国人のアイデンティティの民族としての理解であり、血の流れであり、どこの国の国民でもない。そのことが多くの東南アジアの中国人を苦境に陥れた。そうですよね。だから反中国感情をかきたてることは本当に難しい。共産党の反乱を中国が支援することは、マレーシアやインドネシアでは中国人が政治から阻害され、それ以上に阻害されて、要するに政治以上に阻害されてあったことの根拠となった。1998年5月にインドネシアの独裁者のスハルトが数十年も縁故びいきをしてきたが、その政権に対しての暴動となり、彼らは政権から利益を得てきていて、中国人が。それはとりわけ少数民族の中国人だった。数百人の中国人が殺害され、スハルト自身は反共ですけどね、数百人の中国人が殺害され、多くの不祥事が強姦された。ジャカルタの中国人会は、街のグロドックは焼け野原となった。まあそういうふうなことですね。まあだけど、いやー、だから中国は今そういうふうに、華僑に対してですね、さっき言った、ハイワイ・シャオパオという海外の同胞だから、兄弟だから一緒だよということを習近平が主張してるんですね。大変なことですね。